さんお疲れ様です。もう安住委員長がお話をした通りですけども、この感染拡大は人災です。アジアの中で比べてご覧になってください。でしかもこの PCR 検査が絞られ、受けたくても受けられない、あるいは受けるべき人が拒否をしている、この中でのですね、この数であります。そしてこのしわ寄せは現場に行っています。まさにもう医療崩壊の瀬戸際、皆さんのもとにももう助けてくれと、医療従事者の方々、あるいは入所されている患者の方々、あるいは施設の方々からのお訴えがあると思います。もともと GoTo は感染が収まってからやるというのが、それがもともとの趣旨であります。今日から食事券も配ると。その一方で感染拡大かどうかは神のみぞ知ると、もうふざけんなと、私たちは強い怒りを持ってこの政権の無為無策を正していかなきゃいかんというふうに思います。もうこれでおしまいにしますが、今日森友事件の53回目の解明チーム、川内さん中心にやらせていただきました。でその中でなんと議長を通して要請をしているものを裁判を理由に民事ですよ、しかも関係ないと自分たちが言っているものを元に提出を拒否しました。憲法に書かれている私たちは立法としての国政調査権、この国政調査権を妨げる、そういう暴挙をやります。